あ、どうも、本日は2024年5月9日でございます。ちょっと遅刻しました。てへ、はい逃げたかなっていう二人で一つ話してました、うん、じゃあ普通に晩飯食いながら、うん、フェイブルマンズっていうスピルバーグの自伝的な映画があって、前から見たくてちょっとなかなか見れなくてやっと見てたんで、うん、今日なんか3、4回に分けて見てて、今日最後だったんだけど、ちょっとその最後のエピソードでちょっとこう、だいぶ感動してしまいまして、はい、いやーってこう、ふけてたら、もう9時過ぎてると思って。普通に遅刻。はい。っていうことで、ちょっと今日は、はい、ちょっと作戦を、はい、ちょっと考えたんですけど、はいはい、なんかあったね。まず、投げ物は、極限の時に投げ物を対応するっていうのをちょっと一個、うん、はい。入れてほしいのと、はい。あれを装備してほしいんですよ。あれ。吸い殻の護符。そう。俺、あるよな。ショートカットに入れた。あ、あれ吸い殻の護符って売ってるよね。売ってはいます。ごめん、俺今。言い出しっぺの俺が今2個しか持ってない。じゃあ、後でか、ちゃんと買うからよ。これは。私5個持ってるんで投げます。もう1個使っちゃった。俺、ちょっとね、たまたま、俺よくツイッターでなんだ、こうフレーバーテキスト、フロム風にしてみたみたいな感じで、書くの好きで、うん、で、キーも持ってると思うんだけど、ダークソウルのトリロジーボックスってあったじゃない？あれ？キメ買ってない？なんだっけ？ダークソウルの大ボックス。あ、俺買ってないかも、それ。あ、マジで？もしかしたら。俺それ買ったんだけど、うん、それに、アイテムエンサイクロペディアっていうのが、っていう本が、3冊ついてて、それぞれダークソウル1、2、3の、うん、要は、アイテムのフレーバーテキスト全部書いてる本なんだよ。そう、はい。俺いつも、ね、フレーバーテキスト自分で書くときに、うん、これ参考によく使ってて、うん、で、たまたまそれね、この、また、新しい中華エミュレーター機買ったから、それについて書こうと思って、うん、ペラペラってやってたら、たまたまね、これこの、不死狩りの護符？うん。じゃないよ。あれ？ああ、また、じゃないまた、また、あ、何やってんの君さっきから。セットするときに、三角。決闘の護符ですか？決闘の護符だよ。ああ、こっちですね。了解です。今4つ持ってる。決闘の護符です。はい。了解です。4つって。はい。うん。を、はい、装備していただいて、はい。装備して。これがね、はい、装備してます。はい。これなんか一定時間効果範囲の特殊効果をすべて解除するって書いてるんだよね。うんうんうん。俺多分これ使ったことないと思うんだけど、このアイテム。私も使ったことがないです、ね。はい、ない。俺もな。で、対人用のアイテムなのかな？あれ？で、うん、だから、やつの回復リジェネを解除できんじゃないかって思ったのと、うん、あとピュッピャーピャー。うん。ピャピャファンネルあるじゃん。うん。あれも解除できんじゃねえかなっていう気がするので。うん。ちょっとこれ試してみて。これ聞くとなるとだいぶ、うん。でかいんじゃないかなと思って。で、俺、編集しながら、うん。ちょっと画像もね、君らにちょっと共有したけれども、うん。うん、発動した時に、多分ね、全体の 10% ぐらい回復するんだよね。うん。うん、で、そっからはさらに、といて完全にそのリジェネが全部切れるまで、うん、こっちがキャンセルするんじゃなくて、うん、ずっと行くと多分そっからさらに 20% ぐらい回復するんだよね。うん、で合計で 30% ぐらい回復しちゃうんだけども、うん、だから発動したの瞬間はもうどうしようもないからそれは回復されるんだけど、うん、残りの 20% をこれでキャンセルできんじゃねえかっていう、うんうん、そうなるとやつの回復能力を3分の1にこうね抑えることができるので、うん。なるほど。だいぶ正気が、うん、とは思うので、ちょっとぜひ試してみましょうよ。ちょっと、落胆する可能性大だけど。やってみようよ。やっぱ対人専用のアイテムでしたねってなりそうですけど、試してみる価値はあります。まあまあまあ。
や最初なんだっけ、これ普通に、うん、剣で、いどい、は、うん、ちなみに決闘のゴフは俺在庫600あったので、マックス、ほぼ満じゃん、うん、多分なんでやねん、ソウル使いたくて普通にあの1周目とかソウル使う、ソウル、うん、ソウル使うためにただ買ってたんだと思う、大体そんな感じ。俺のエルデンリングも大変なことになってる。矢とかああいう買えるもんは大体フルマックス、はいはいはい、鍛冶石とか無駄に買っちゃいます。そうそうそう最初の強化の石とか買ってたんだけど、うん、うんうん、まあ、あとこんなに強化するわけないなっていうぐらい分かっちゃってて、うん、あのスズランとかも死ぬほど分かっちゃって、はいはい、うん、だから私も遅ればせが、わー、そろそろエルデンの2周目という、2周目っていうか1周目の取り残しを回収する旅に出ようかなと思っておりますので。また出てねえのかよ、まあ、早く出ろよ。ちょっと今ちょうどあの新しいゲーム始めてしまい、初めになってそれが何となく終わる。めっちゃ面白くて今、まあ、前回も話したから今回話はしないけど、めっちゃ面白くて、あ、ステラーブレイド、あー、ステラーブレイドやっぱ面白いです、ね、もう少しで多分クリアだと思う。これやったらと終わろうと思ってはいるんだけど、いやいいですわ。あの多分今まで遊んだゲームの中でトップ10には入りそうな感じ。え、そんな感じ、あの自分もちょっとびっくりして、体験版でまあ面白いなと思ったぐらいで始めて、軽い気持ちで始めたら結構いい感じですよ。バズチもやってみよう、まあだいぶアクション要素的にだいぶなんかなんだろうな、バランスがだいぶ調整が うまいみたいな、まあちょうどこの気持ちいいところにちゃんと落とし込んでるっていうか。そうだね、もしかしてボス戦は結構、うん、結構とかね、かなり楽しくて、うん、だからそのそこまで ストレスがこうかかりきらない程度でこう抑え込んでるっていうか、なんかその辺のあのそのねレベルだ、その人によると思うんだ、そこも結局、うん、あの、うん、多分ゲーム超絶上手い人からすると、うん、物足りないっていう評価になる可能性は高くて、うん、多分我々ぐらいだと多分ちょうどいいんだろうなっていう、うん、雰囲気は漂ってるなっていう、特にあの我々みたいに割と縛りがちっていうか、あの、うん、ストイックな戦い方もできるし、うん、あれこれ使うと、うん、あと結構派手めに倒せるっていうか、うん、我々セキロやった時も、うん、あのあんまりニングとか最初使いこなせなかったじゃん、あれが最初から使いやすい状態で、うん、あの準備されてるって感じ、うん、だパリとか弾きとかでやることもできるし、うん、なんか必殺技みたいなのをガンガン出してみたいな、その辺のバランスがいいかなって感じがするので、うん、やっぱアクション面白くてボス戦が楽しくて、いや次もやりたい次もやりたいって感じで、それでもすごくゲームとして一番大事な部分で、うん、なんだろうな、またこういうこと言うとあれなんだ、じゃあダメな例として挙げるのはちょっとかわいそうな気もするけれどもダメな例といえばやっぱセブンリバースはね、そういうのから完全に俺逃げたなと思った。あ、そういうその本当にいわゆるそのね、そのほとんど職人技だと思うんだけど、うん、こういうバランス調整っていうの、うんうん、でしかもなんていうのかな、結構この幅広い人にこう合わせるって至難の技だと思うんだよね、うん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 、でその辺はだからその難易度プラスそのシステムっていうか、そこでこのどんだけ幅広い人たちにこうアピールできるかっていうか、うん、リーチできるかっていうのがその本当にそのゲームの作り手のその資質が問われる部分だなと思っていて、で
これはちょっと言い過ぎかもしれないけれども、あの難易度調整できるのって俺すでにその時点で俺逃げてるって思っちゃうんだよね。あのゲームイージーとかそのハードとかっていうのがあるゲームってもうもはや逃げてるって、これちょっと言い過ぎかもしれないけど、やっぱりフロムのすごいところでそれやってないんだよね。任天堂もほぼやらないんですよ。そこがね、あ、ちなみにそのステラブレートってどうなの？あるんですか？難易度セット。あるんだ。ノーマルと、ストーリーっていうのがあって、ああ、はいはいはい。言い方が違うだけかもしれない、はいはい、しないけど、いや俺。まあでも、ストーリーって言い方はまあ、でもあれだよね。完全にもうアクションはもう、ちょっとあんま関心ないですって人向けのってことだよね。で、実際ストーリーも、まあ、面白い方だと思うし、その、まあ、綺麗なグラフィックで、こう、すごい世界っていうか綺麗な世界を楽しむっていう人はストーリーで、でどのぐらいそのノーマルとストーリーでちょっと難易度が違うのか分かんないんだけど、だから敵が例えば敵とかボスがサクサクいけるようであれば、それそういう、まあ、ストーリーだけ楽しめるだろうなと思う。そのストーリーモードとしてはふさわしいんだろうなと思う。なるほど。これちょっと俺ゴフってみようかな。私ゴフってみます。どう？何も変化なし。これは今、ダウンしたから、ダウンしたから消えたんだね。解除できひんか。まあちょっとあとリジェネが、いやちょっとダメか。これ。あ、くそ塗ってしまった。投げ物。はい。帯域どうだ。全然解除しねえな。うん。あ、今そっか。これもやれるのか。5分。誰か5分投げた今。あれ、ちょっと俺投げてない。あれ、また間違えた。一回5分振ってみます。あー外した。5分切れました。あれ。誰か投げ てあれ5分どうやって使うこれ。あれさっき俺散々霧の前で投げたのに今投げれないんだけど、何なの、何なんだ、何なの。どうやって投げたのさっき。俺普通に投擲しろよこうやってショートカットメニューから使用丸って書いてある。あ、分かった。なん装備できないの。分かったごめんほら。でもやっぱ効果ないっぽいし、効果ない。いやまあでもちょっとまだ正直これよりは回復が解除できるかどうか。リジェネ、ね、オッケー。ちょっとリジェネの時、そっか、やりモード、ちょっと今やめて。決闘後不待機でまだこのヘリ用ではちょっとあんまりまだ来ないかな。そういえば、ああ、とうとう、はあ、スイッチ後継機の一応公式発表がありましたね。そうですね、今期中に発表アナウンスしますっていう、発売ではなくね、まだ来年だろうね、おそらく予想としては。まああとは同時期にこうローンチタイトルが何かなっていうところですな。ゼルダとかですかね。まあゼルダ出したいだろうけど、どうかな、ちょっと感覚的に短すぎやんしねえかって気がするので、今アナウンス作ってるよって言われてて出してないやつでそれなりのタイトルってもうメトロイドぐらいしかないでメトロイドでもそこまで、そうね、層的にはあんまりこうね、あれだから広い層にっていうあれではないかもしれない。まあ海外の人気は結構高いけど、やっべ、国内だと全然あんまり。いやーちょっと俺やり回避できないんだけど、どうしたらいい。やりはあえて突っ込んだ方が、いや今も突っ込んだんだけどやられてる前転でやられてんだけど、じゃあダメかも。
お、あ、違うか。だあ、あー、こっちか。そんな投げ物対決になってる。ああ、急に俺強いんだよな。すごい、なんか全然回復してこねえな。うん、うん、5分持ってたらやらないんじゃないの、もしかしてそんな抑止力5分チラッチラって見せてるのが効果あるのかもしれない。5分抑止おいし、おっつおっつつつ、おー殴ってるね。えっ、おー、なんだ、なんか2回連続でこけた。やり、そろそろ来るな、これ特権も、特権か、これ全然回復しねえぞ、こいつ。なんだ、うん、やはり5分抑止あると思いますくるんくるん、うわっ、あーっと、チャボさんが厳しい。あっ、うん、僕もエストないんですけど。あら、あ、逃げて、あ、来た、あ、来た、5分投げた。どうだ止まったか。でもラッシュで止まったか。いやいや、え、5分聞いたんじゃないか。聞いたか、止まっ、え、どうだろう、だって入ってないよね。え、でも黄色のエフェクトなくなってますね。うん、いや、で止まったのが、だからその誤符なのかラッシュでなのかがちょっとよく分かんなかった。ああ、いや、こけました、分かんない、わ、ちょっと離れてたんで。え、でもなんか、あ、こけてはなん、ビャギャってはないかな、どうだろう、分かんない。まあラッシュで止まったような気もするけど、まあ、ちょっと分からん。次もう一回、うん、うん、で普通のこれはキャンセルできないんだよ。うん、これはキャンセルできないけど、でもなんか逆になんかそれなんでやねんって、なんでやねん、すべて解除できるの、すべてとは、すべ、うん、て過去一部を除くじゃねえよ死ぬ剣、全然やりこねえですの、デレデレやん、うん、5分の力、俺か、よし、これもう行ってまうので、あ、お、来た、第二形態来たんじゃない、よし、来ましたね。おい、試せなかったじゃねえかよなんやねんお前腹立つあーっと、これ俺かな、俺の方かな、3、4、5、あー、バボーンするんだ、バボーンの後ですな、行くならば、おえー、やっべ、このピアノ神演出、うん、これ直撃の方、直撃と上に投げて降りてくるやつ、うん、ですね。俺だ、俺だ。ビャンビャン、三四五で、この後、危ねえ。ジャンプ切りなんてあったっけ？直投げ。まあこれ時間はかかるだろうけど、なんか今のところ第二形態の方がまあ楽いわ。うん。やべ、1、2、3、4、うわ、ホイホイされた、2回、いや、あー、やられちゃった、ごめんなさい、くーどんまい、見やばっちゃった。まあ一回帰るか、俺もあと2センチしかない、撤収、ほい、減らした2センチぐらいか、第二形態、ただ順調に第二形態いったな、うん、すんなり、ちょっと買い物してきます、はい、このアショワン血統ってことね、エストによる回復を禁じるじゃないもんね、エストじゃないもんね、特殊効果をすべて、すべ、うん、てとは OK、 127、すべてとは言ってないってやつ、そ
そういえば、マジック&ザ・ギャザリング。マジック・ザ・ギャザリング。あ、マジック・ザ・ギャザリング。はい。あれ、去年、一つの指輪、うん、ロード・オブ・ザ・リングの。はい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 。あれが、当時のレートで、2億9000万、まあ約3億で売れたっていうのがニュースになったんだけど、つい先日、多分、マジック・ザ・ギャザリングで一番有名なブラック・ロータスが、はい、なんと4億6000万で売却されたらしいです。しかも、第一般の、うん、そう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 。だから、ね、本当にもう1枚しかないっていう。ミントというか、最上の状態のやつだね。まあ、そりゃそうなるか。うん、まあ、買った人もね、すぐには売らないって言ってたね。うん、要は、まあ、上がる、今後も上がるっていう、踏んでるっていう、うん、まあ、だから、本当、投資だもんね。うん、そうだね、うん。金持ちがさらに金を増やすための道具にされてるって感じ。おもちゃ。まあ、実際そうなんだけどね。うん、ちょっとじゃあ、無駄に、うん、なんだろう、回復とか大力の時は投げずに、ケットのゴフ、うん、あくまで回復した時に投げるようとして、ちょっと、誰が投げれるか分かんないので、一応皆さん装備はしておいていただいて、うん、ちょっとスロット1個犠牲にするけど、全然回復されるに比べたら、うん、